天徳寺は、秋田県は秋田市にある、総当州の寺院。本尊は、聖観論。久保田藩主佐竹氏の菩提寺である、秋田県指定史跡。1462年、当時の佐竹家当主、佐竹義人が夫人を弔うため、日立国久寺軍を大田村に創建した。1590年、三戸礼松山へ移転。1602年、佐竹氏の天保に伴い、 では国秋田郡奈良山村の奈良山に移る。1624年12月27日、火災により、荘門を残して全焼したため、翌年5月に現在地である秋田郡泉村の泉山に移された。この際、消失を免れた荘門も移築されている。その後1676年12月に、再び火災が起こり、荘門と山門を残して全焼。 9年の月日をかけて再建され、現在に至る。また1672年には、本堂西の墓所に、佐竹家の玉屋が建てられ、歴代久保田藩主と夫人の霊が祀られている。1998年東京の総泉寺にあった、聖室や側室などの墓も移された。1990年に、本堂、書院、三門、総門の四棟と、 佐竹や玉屋が重要文化財に指定されたほか、十六、羅漢像など多くの寺宝が、秋田県、秋田市の文化財に指定されている。これらの寺宝は毎年8月17日、18日に、虫干しを兼ねて、無料で、一般公開される。天徳寺が水戸から秋田へ移った際、水戸でも、威発を受け継ぐ寺があり、天徳寺を名乗った。三号は、大壮山。 本尊は十一面観ゼオン菩薩。当初は大田にあったが、文禄二年に円通寺跡に移されたという。その後、現在の祇園寺の地にあった。天那三年に徳川光国によって招かれた、東ずまさつき信古は、元禄八年に没するまで、天徳寺の十字を務めて、総東州の一派である自称派の教えを広めた。なお、元禄四年には、光国の命で仮覧を、 東風に改築。元禄五年に、新山街道が行われた際には、全国から千七百人もの雲道が集まったという。また、3世、乱山道明は、三国の命で、印象、交部修分院の編纂に関わるなど、寺と三国とは深いつながりがあった。昭徳二年、四世、大弱海戦の時代に、天徳寺は、甲和田村へ移され、元の天徳寺は、 祇園寺と字号を改めて相当総助上派の本山寺院となったが、数代でその報道も途絶えた。江戸時代後期に火災で消失。文久2年に本堂と栗が再建されて、現在に至る。字号として、延響3年頃に作成された大般若行と山岡哲秀による三号学を有する。なお、幕末には、水戸八景にちなんだ。 高和田八景の一つに選ばれている。また、1950年には、茨城県観光審議会が選定した、茨城百景の一つとして、天徳寺を含んだ、水戸城西ハイキングエコースが選定されている。現在、天徳寺がある場所は、かつての川、和田城の跡地で、周辺の放物寺や高和田小学校も城跡に一致しているが、 昭和30年代に行われた調査によれば、本堂を囲むように北西から南にかけて、幾重にも土類や空堀が現存しており、本堂近くの土類は上部が削られて、墓地として利用されているため正確な規模は、半然都市内がそれでも規定金3から5メートル、高さ1.5から3.5メートルとされ、規模の大きなものでは、規定金8から15メートル、高さ3メートル、 上部金3から10メートルほどのものもある。また、東側の山門の東西にも、それぞれ80センチから1.2メートルの高さの土類が残っていた。なお、現在も残る土類や堀などの遺構は、市の文化財に指定されている。秋田県は秋田市線、三竹根10の 1JR 東日本秋田駅、西口バスターミナル8番線から、秋田中央交通バス。 添川線、神田明谷線、神田土崎線にて、約15分、天徳島 A バス停下車。ありがとうございます。